トラビス・エイ・ウッドは、アメリカ合衆国アーカンソー州リトルロック出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB デトロイト・タイガース参加所属。愛称はウッディー。2005年の MLB ドラフト2巡目で、シンシナティレッツから指名を受け、6月16日に契約。2010年7月1日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。 7月11日のフィラデルフィアフィリーズ戦では、9回戦闘打者のカルロスルイーズに二塁打を浴びるまで、フィリーズ打線をパーフェクトに抑え、あわや完全試合という好投を見せた。ウッドは9回1アンダム失点で降板し、レッツは延長11回に0から1で敗れた。最終的に17試合に先発登板して5勝4敗、防御率3.5186奪三振の 成績を残した。2011年は先発2番手として開幕を迎えたが、前任よりも成績が悪化し、トリプル A 級、ルイビルバッツとの往復を繰り返す結果となった。一時はリリーフにも回された。この年は22試合に登板して6勝6敗、防御率4.8476奪三振の成績を残した。2011年12月21日に、 ショーン・マーシャルとのトレードでマイナーに選手と共にカブスへ移籍した。2012年は26試合に先発登板して6勝13敗、防御率4.27119奪三振の成績を残した。2013年は32試合に先発登板して9勝12敗、防御率3.11144奪三振の成績を残した。この年は自身初めて、 オールスターに選出された。2014年1月24日にカブスと390万ドルの1年契約で合意した。この年は31試合に先発登板して8勝13敗、防御率5.0346奪三振の成績を残した。2015年1月16日にカブスと568万5000ドルの1年契約に、 合意この年は先発として7試合に登板したが、2勝2敗、防御率5.59と結果を残せず、5月中旬からリリーフへ転向。この年は54試合に登板して5勝4敗4、セーブ3ホールド、防御率3.8418脱三振の成績を残した。2016年1月16日に、カブスと617万ドルの1年契約に合意。 この年は77試合に登板して4勝0敗12、ホールド、防御率2.9547奪三振の成績を残した。オフの11月3日に FA となった。2017年2月15日に2年総額1200万ドルでカンザスシィロイヤルズと契約した。2017年7月24日にライアン・バクター、トレバー・ケイヒル、 ブランドン・マウラーとのトレードで、マット・ストラム、エステ・ウリー・ルイーズ及び金銭と共に、サンディエゴ・パドレスへ移籍した。12月17日に、ィーフとなった。12月29日に自由契約となった。2018年1月29日に、デトロイト・タイガースとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年については、 ロイヤルズ時代の契約が残っているため、メジャー昇格してもタイガースの支払いは、最大でもメジャー最低年俸の負担で済む。投手としては打撃に定評があり、レギュラーシーズンで通算9本塁打を記録している。2016年10月8日のディビジョンシリーズ第2戦では、リリーフ投手として、ポストシーズンでは92年ぶりとなる本塁打を記録した。ありがとうございます。